はい、おはようございます。時刻は朝9時。今日は奈良に来ました。はい、今日は6月6日にしか会えないと言われている秘仏三つに会いに行きます。奈良、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 奈良。秘仏ツアー1つ目は上皇寺さんの大正寛喜天さんに会います。1年で6月6日の今日しか開きません。象と象が抱き合っているというかなり珍しい仏像です。かなりパワーが強くて恐ろしいそうです。行ってみましょう。上皇寺さんの寛喜天さん見てきました。象が2人抱き合ってるのはガネーシャっていうインドの神様があまりにも力が強くてもうすごい支配をしていて、まあ、その分支配の分幸せはもたらしてくれるんですけど、ちょっとわがままな行動ばっかりするから観音様がいやいやちょっとせいせいせいっていうことでこうやって抱きしめるんです。そういう意味でのすごい力が強い人とそのすごい力を収めるぐらいさらに強い観音様が抱き合うっていうめちゃくちゃなパワーのやつなんですが、真っ金に輝いていて、さらにこう何年も何年もこもっていたこう煙とかすすとかが今っていうこう真っ金の仏様なんですけど、周りはもう煙のすすだらけっていう、だからそのコントラストにものすごいパワーを感じざるを得ませんでした。パワーって感じを感じました。じゃらん、秋篠寺さんに来ました。もう名前から美しいですね。なんと今日は、バス、はい、もうねバスがいっぱい、臨時バスがあって人がいっぱい来ています。大元帥妙王さんが秘仏でいらっしゃるので会ってきたいと思います。秋篠寺さんめっちゃ並んでる。じゃんじゃらじゃん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 じゃらじゃん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 。1時間近く並びましてようやく秋篠寺の中に入れました。本堂は鎌倉時代のものです。やっと入れた。もうちょっとだけ並ぶけど会いに行きましょう。暑いけどいい場所ですね。めっちゃ増えてますね、人が。3人で撮ろう。今、撮ってもらってます。さあ、これ動画なの？動画です。わー、ちょっと見物仲間になったあやさんです。よろしくお願いします。もうちょっと止めます。はい、見てきました。やばかったですね。すごかった。大元帥さん、すごかった。パワー、半端なかったですね。ムキムキだし。ムキムキやった。ムキムキだし。ムキムキやった。ゴリゴリだし。次は東照大寺に行きましょう。めっちゃいいよ。さあ。東照大寺。来たかった。ガンジーさんが秘仏でご開帳されているのでガンジーさんに会いに行くんですが、その前に本堂にまずお参りしましょう。
さん綺麗に残ってて遠くの方でって顔してました。はい、見てくれてありがとうございました。最後は夕方の興福寺さんにお散歩で遊びに来ました。いやー、秘仏、そして興福寺を見れて、御仏の奈良旅は終了です。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。どれを欲しいの？私はこれの項目点が欲しいんです。出たらいいですね。うん。物集めてやな。集めてるんです。偉いな。偉い。偉い。なんか若いね。偉いよ、仏像。偉いです。偉いよ。あんまり。なあった？え、足しか見えない。運転手。あー、バキラだった。項目点かな。嫌な好きだけど項目で